もう一つのよく聞かれる質問は全ての自閉症児がスルフォラファンを摂取すれば良くなりますかというものですそれは違いますどんなものでも全ての子どもたちが良くなるわけではありません研究によると3ヶ月間スルフォラファンを摂取した3分の2の子どもは自閉症状が少なくなり残りの3分の1は何の反応もありませんでした上の左側のグラフをご覧いただくと スルフォラファンを摂取した子どもの自閉症状は平均34%減りましたが右のグラフをご覧いただくと症状が改善された子どもたちは個別には反応が違いましたこれを皆さんにお話しする理由はもしかすると周りの自閉症のお子様がスルフォラファンを摂取して症状が良くなったからといってご自身のお子様もスルフォラファンを摂取すれば同じように良くなるだろうというのは誤った考えです スルフォラファンを摂取したからとといいって、症状が良くなるという保証はありません。同様にもし周りのお子様がアブマコロを摂取したが何の反応もなかったという話を聞きうちの子にも効果がないだろうと決断されてもいけません自閉症とはさまざまな原因と遺伝的な要因が関与する疾患であり一つの治療法がすべてのお子様に通じるという保証はないからです お子様一人一人違いますし結果も違うはずだという点をご参考いただかなければなりません。